オーナー様がアメリカ不動産投資始められたきっかけはどういうことでしたか？まずは節税を考えた時にどれが一番いいかなっていうのを考えて、いろいろ日本の不動産だったりとかで節税を考えてはいたんですけど、今後のことを考えると、需要がそんなに大きくならない日本でやるのはどうかなっていうのも思っていたので、少し1年ぐらい悩んでた時期があって、でそこで知り合いの医師にアメリカの不動産はどうだっていうふうに勧められて、でオープンハウスさんを紹介していただいたという経緯です。1年間悩まれて、その間節税対策としてどんなことをやってみました？その時に節電対策としてやってたのは、一般的によくあるようなイデコだったりとかニーサだったりふるさと納税を、ギリギリまで使うっていうぐらいで、それ以上のことはそんなにしてなかったっていうのがあります。その次に手を出しやすいなっていうのと、安定してるのが不動産かなっていうふうには思っていたので、不動産に手を出そうかなとは思ってたんですけど、なかなかいろいろ国内の不動産会社にも声をかけていろいろお話聞いたんですけど、何かしっくりくるところがなかったのでっていうことですね。オープンハウスのことはご存知でしたか？もともとは本当にコマーシャルでやってる程度ぐらいしか知らないっていうのがですね。ではお知り合いの方からオープンハウスを紹介されて、その時はどんなことを考えました？大企業、名前も知ってる大企業なので、安心感はあるかなっていうふうには思います。結構不動産営業とかで怪しいところは医者だとすごく多くて、どういうつてかわからないですけど、いろいろ連絡が来ることが多くて、ただそういう中で、大企業っていうのは安心できる面があって、そこで話聞こうかなっていうふうに思いました。やっぱりご職業柄いろんな電話がかかってくるんですね。そうですね、しょっちゅう不動産会社から連絡来ますね。どうにかしてつてで自分の病院の一気にかかってくるということは多いです。投資用の不動産ということで、オープンハウスの説明を聞いてどのように感じました？やっぱり海外に資産を作っておいておくっていうのはすごく大きいメリットだなっていうふうに感じて、もちろん聞くときに何かデメリットが結構あるのかどうかっていうのはいろいろ気になるので、あら探しはしたんですけど、そこまでデメリットになるようなことがないかなと思って、リスクはもちろんありますけど、それは自分で責任を負える程度のリスクかなっていうふうに感じたので、自分の中ではしっくりきたっていうか形ですね。そのリスクについてですけど、具体的にもうちょっと詳しく教えてください。はい、どんなようなことを考えました？もちろん今後の将来のことは全く分からないので何とも言えないんですけど、アメリカのドルの価値が下がるとか、例えばですけど、今はテキサスの物件を買ったんですけど、そのテキサスの州法で今は法人税が 0% っていうのがあって、企業が今いっぱい入ってきて需要が高まってきてるっていうのが今需要が高い原因かなと思ってるので、その州の法律が変わっちゃうとまた需要がまた下がってくるんじゃないかなっていうようなリスクだったりとか、いろいろあるのかなとは思ったんですけど、実際に何かあった時に自分で判断して見ることができないとか、いろいろあるかなとは思いましたけど、それ以上に海外に資産を置くっていうメリットも大きいかなと思って購入に決断しました。そういうリスクについても質問されたと思うんですけれども、オープンハウスの対応はいかがでした？すごく良かったですね。自分でもリスクは背負いたくないので、いろいろ探しをして、いろんなことを聞いたことは聞いたんですけど、ちゃんとしっかりと答えを
思ってお伝えいただいたんで、まあ安心して、まあ、ここなら任せてもいいかなっていうふうに感じました。不動産投資はもちろん初めてでいらっしゃいますよね。そうですね、投資自体は初めてです、うん、そうするとおっしゃったようにこう些細なことでもすごく気になるものですよね。そうですね、うん、少し気になるところはありますけど、うん、自分の性格上の問題なんですが、やってみないと、まあ、わからないっていうのが分かってるので、まあ、とりあえず、足を踏み入れてみようっていう気持ちでやってみたっていう正直なところなんです。実際に購入されて、約半年ですが、はい、例えば家賃が滞ったりとか、そういうトラブルはなかったですか？ありました。2ヶ月ほどあったんですけど、2回ほどあったんですが、1回目は、家賃が滞ったっていう連絡が、まあ、管理会社の方から来ました。まあ、ただ、まあ、回収する手はずは、こちらでやりますっていうことで、管理会社の方で全て、の方に全て一致させてもらって、で、無事回収できたっていうのが1回目です。で、2回目の方が同じような経緯だったんですが、まあ、なかなか回収できないということで、裁判の手続きを進めさせていただきますっていうふうな連絡が管理会社の方から来て、まあ、どうぞお願いしますっていうことで、お願いさせてもらったんですけど、その手続きを進めている最中に回収できたっていうのがありました。心配だったですね。そうですね、少し心配ではありましたけど、もともと需要が高いところだっていうのが分かってたので、もしその方が払わずに出てったとしても他の方がすぐ入るんだろうなっていう安心感もあったので、そこまで気にしてなかったっていうのが正直なところです。アメリカ不動産購入されてから確定申告があったかと思うんですが、いかがでしたか？はい、もともと確定申告があって、追加納税で不動産購入をこの決意するに至ったので、まあ、一番気になっていたところではあるんですけど、まあ、去年と比較しても相当大きな額が節税できたので、そういう意味ではやってよかったなっていうような印象があります。その30代前半でそのアメリカ不動産投資をやるということについてはどうですか？まあ、何事に関しても若ければ若い、まあ、後々に効果が出るっていうような気がすごく自分でもしてるんで、まあ、そういう意味では、まあ、今のところ経済的な不安がそこまでないだったらやってもいいのかなっていうふうに判断して購入しました。早ければ早いほどいいってことですか？そうですね、早ければ早いほど後々得る利益が大きいのかなっていうふうに思ってて、まあ、自分でその、まあ、お金をそのまま持ってるだけだともったいないので、まあ、どこかしらに投資してそれをもっと増やすっていうことをやった方がいいのかなっていうふうに思いましたので。あと打足ですけど、そのアメリカに不動産を持ってる人はどんな気持ちですか？まあ、そうですね、自分は結構ステータスも結構好きな方なので、そういう意味ではアメリカに不動産を持っているっていうだけでも結構気持ちが高ぶるところはあります。